はい、今日はうま辛にんにくラーメンのねシャチリンで撮影したいと思います。ラスカルさん、お疲れ様です。今日よろしくお願いします。いやー激辛っつっても、おはようございます。はい、ということで今日はですね、ラスカル新井さんにシャチリンに来ていただきました。大変光栄に思っております。まずは何だった、醤油スペシャルから、今日はねラーメンを、4杯食べていただきたいと思います。では作っていきます。店長よろしくね。はい、頑張ります。今日はなんかカメラマンに徹することができる。確かにそうですね。いつも作ってるんで。ニンニク大丈夫ですよね。はい、はい、じゃあこれ一回持って、え、持って、はい、これが醤油スペシャルです。醤油スペシャルの完成。どうぞ。はい、ってことで、ただいまね一杯目到着いたしました。いいかな、こちらがね、醤油ラーメンでトッピングのね、スペシャルトッピングになっているそうです。はい。いただきます。お願いします。お願いします。お願いします。それが狙いのラーメンですよ。はい、最初美味しくて楽しいですけどね。最後怖いですね。
あ、すいません、ありがとうございます。僕前回あの名古屋に来た時に、まあ、ちょっと夜飲みに行ったんですけど、たまたまその飲み屋さんに仲良くなった人が、でなんかおすすめのとこありますかみたいな話したら、こう言ってて、え、マジっすか、キャッチリンってあの辛いラーメン屋さん美味しいんだよって言ってて、行きますって言ってそこからもすぐ新山さんにあの調べたらもうプロデュース会だったんで、行きたいですってそれを伝えて、それ嬉しいですね、ありがとうございます。やっと今月来れたと思って、今今年30になるかなって感じですね。結構あの年齢詐称なんですよね。上にも見えるし、なんか食べてるとこだけ見たら下にも見えるし、分かりにくいって言われて僕がよくね似てるって言われるんですよ。この間も言いました。でもあの写真いただいたじゃないですか。で帰ってからの嫁に見せたら、これ似てるって言ってました。タオル巻いてて食べてると、あれ大将食べてる、あじゃあラスカルさんだって昨日も言われて、結構コメントいただきましたね。はい、お待たせしました。辛くないマサさんです。ありがとうございます。じゃあ、そしたら、ね、2杯目に到着いたしまして、こちらがね、あの辛くないマサさんでございます。醤油とはブラックペッパーの香りがめちゃめちゃ際立ってる。すごい軽食するイメージで。台湾まつそばを作っている時の製法と同じで、やはりあの茹で上げた後に麺をね、一回かき混ぜるんですよ。それであえて麺の表面に傷をつけて、ね、こう食べやすかったりとか、まあ、具材がねしっかりと絡むように、調整してるんですけど、なんていうんだろうな、この麺の食感が本当に油そばと混ぜそばのいいとこ取りなんですよ。だからどっちもね好きな人は絶対好きなメニューなんで、これ一回食べてほしい。なんとも言えないの、油そばとも言えないし、混ぜそばとも言い切れないし、どっちもいいとこ持ってる、そんな混ぜそばでございます。早っ。そうです。途中からめちゃくちゃ早かった。あれって普通に食べてるスピードですか？全然普通ですね。多分今カメラ回さずに食べに行っても多分これぐらいだと思う。マジっすか。お疲れ様です。じゃあおやつ感覚で、おやつの時間です。炙りのコロチャいいですね。うまそう。これ今いただいたのはスペシャル追い飯というね、残ったスープの方に、スープがタレか、タレの方に、ね、ご飯と炙りのチャーシュー、海苔が合わさった、ネギも合わさっております。スペシャル追い飯でございます。これ特別にいただきました。まあ、というか、メニューにありますので、ぜひね、皆さんも買ってください。でも
全部混ぜちゃった方がいい。はい、ごと。ライスですね、これライスの相性がやばい。ちょうど麺が上がりますね。あ、はい。よろしくお願いします。私は今から頼むのが一番ですね。はい、お待たせしました。お待たせしました。一からでもまあまあ赤いですね。はい、ということで、今ね、3枚目到着いたしました。でしょ。こちらが今からの赤まぜそば、一からでございます。たまんないですね、これ。香りはね、結構辛いよ。辛いけど。え、普通に辛いぞ。でもね、旨味が強いです、すごく。うん、普通じゃなくて1辛にしたの？1辛ですね。次のなんか、あの、ステップアップとして1辛ぐらいにした方がいいかなと。あ、でも足しました。あ、なので1辛でこんな感じ。そうです。はい。1辛でこれ？1辛からの全く違う唐辛子が入るので。なるほど。普通と1辛ではグッとギアが1個上がるんですけど。いや、あの、1辛と、あの、爆射中は何ギアぐらいですか？ 1、2、3、4、5で爆射中。そうですね。4、6、10倍ぐらいじゃないですかね。なるほど。10倍。なるほど。なるほど。なるほど、多くない。強いですね。もちろん辛味はあるんですけど、なんていうのかな、柑橘系に近いようなこういう爽やかさがあるんで、辛いけど1辛ぐらいでも全然食べやすいです。ただ辛いの無理な人は多分1辛無理です。そうですね。その初動からちゃんと辛いんですけど、あ、こんな感じかなと思ったらじわじわ上がってくる。音楽枕編がありますよね。こんなもんじゃなかったなって今。後半は
ラーメン自体そうですね。あの具材がね多かったりして、ひき肉もあるんで、こう最後ちょっと濃いめのレンゲでいった方が美味しいかなと思って。確かにその食べ方一番うまいです。私もちょっと合うんです。あ、おつゆ、はい、でちょっとおすすめのね、この卓上の昆布ソッケってます。新しいやつに取ってみてください。辛い分、あの余計甘みが出ます。あ、めちゃめちゃまろやかになってる。はい、すごいまろやか。あ、これうまっ。豆腐系の辛いものに昆布ってめちゃめちゃ合う。ということで、3杯目のね、赤からまずは完食でございます。はい、おー、ありがとうございます。うわー、これもう、あからさまに辛いね、これ。これ、爆社長のスープ？そうです。うわー。うわー、これ、うわ、すごい刺激臭。いや帰りたいじゃないですよ。ダメですダメです。これやばい。煙い。マスクしてる。ラスカルさんやばいじゃないですかこれ。いけます本当に。換気扇全開しまって。はい、ということで、ただいま4杯目のラーメン、こちらがラストになるんですが。到着いたしました。いいでしょう。はい、こちらが看板メニューになります、宮崎辛麺で旨辛にんにくラーメンのスペシャルトッピングに辛さがね、爆シャチという、まあね、もともと注文できる1辛、2辛、3辛、4辛、5辛と、まあ、これを食べた人のみが食べられるこの挑戦権を得られる。で、このバクシャチっていう半端じゃんに辛いやつが出てくるらしいんですけど、これ、ね、さっきあの調理してる時からね、あの上がってくる湯気もう痛いんだ。鼻が痛いの、目も痛いし。と、まあ、そんなねラーメンではございますが、まあ、僕もね辛いものはあの好きではあります。得意じゃないですけど好きなんで、とりあえずねこのバクシャチ食べていきたいと思います。よみんなめっちゃ笑ってっからよ。もうめっちゃ笑ってるんだよ。マジでヤバいらしいんで、ちょっと心して食べていきたいと思います。ちょっとずつ保険かけてたよ。それでいただきます。はい、どうぞ。いや、うん、匂いはね、でもものすごく美味しそう。だって5辛より辛いんだよ。そうです。だいぶ辛いよ、中に。スープからいくわ。スープから。ごからに、急にもっと辛い。今とか。ごからにカプセルソース入ってるだけで。え、いけちゃう。お、いける。甘いですね。そうです。あ、これ、あ、ダメだ。食ってたら来るやつだ、これ。そうそう、そうなる。一瞬ね、最初は油と糖分で、そう、めちゃめちゃ甘みは強いですけど、あの糖分流れた後、うん、バリバリってきた。でも、なんだろう、強いな。そんな別に驚くほど辛くはないかもしれない。え、マジで？そうなんですよ。お前も異常だからね。あ、強い、うん。でも、まあ、ベースがおそらく動物系の、まあ、スープを使っているので、この動物系の甘みしっかり引いてるから、そう、そんなんでもマジっすか。で、確かにこれこんだけ唐辛子混ざった中にあのカプサイシンソースとかも使用してたんですけど、そういったね、あの普段だったら辛みしか感じないような食材がちゃんとね、旨味として甘みが生きてるんで、美味しいかもしれない。てか美味しい、これめっちゃ美味しいですね。ありがとうございます。いや、
だからこれすすっちゃダメなんですよ、絶対すすったら多分ババッとモザイクがです。最初はね、ラーメンだけすすります。ありがとうございます。あんまりバすすったらね、ダメね。あ、でもすまない、くしゃみで。あれ、でもそんなあれはめちゃめちゃ痛い。でもなんだろう、麺も多分小麦のね甘みも効いてるし、そう、これスープ仕上げるときに卵黄かな、溶いた卵黄とかをこう入れてて、それに甘みがねだいぶ効いてる。唐辛子のいい香りですね。すげえ強いっすね、マジで。いや、ほんと強いと思う。これぐらいだったら全然ですね。マジっすか。これが食べれるのすごいっすよ。むしろこう、なんだろう、結構唐辛子も5種類ぐらい使ってるらしくて、まあ、そこにね、たくさんシーソースも入ってるんで、これだけ入れると、正直最初は多分苦味感じちゃうのかなと思ってたんですけど、やっぱりね、ベースがしっかりとうまい分、苦味はね、ほぼほぼないです。で、酸味は少し感じるけど、特にやっぱり甘みがあるんで、本当に旨味が強い。うん、スープ飲み干せって言われたら嫌だな。通常の醤油ラーメンは飲んだ後に食べたいって言いましたけど、これは飲みながら食べたい。そう、パンチがね、すごくあるんで、絶対お酒に合う。本当、あのままでアスカリー。すすれないぞ。すすったらダメですね。これはもう、もう一貫の手前です。でも全然本当にうま辛ですね。これぐらいそうそう、僕らの辛いラーメンを作るあたってこだわったのが、とにかくうまみは消さないように、うんうん、ただ辛いラーメンっていっぱいあるんですけど、はいはい、辛くてうまいラーメンを作ろうと思って、うんうん、こだわってますみたいなので、うん、それを言っていただいて本望ですね。やっぱりその辛くしてるお店とかって、ね、それこそあの本当に辛い技術に乗ってるような唐辛子だけを使って、はい、ちょっと苦味、えぐみが残ったまんま、うまみがなくなってるもの多いですけど、はい、ちゃんとやっぱり香ばしいものとか、爽やかな唐辛子とか、いろいろ組み合わせてこの辛さができてるんで、しっかりうまいです。ありがとうございます。無理かよ。よっしゃよっしゃ。もっとぐちゃぐちゃになってほしい。あの話してたらすすっちゃいけないの忘れてすすっちゃうんだよ。忘れてたって今戻った。テロップ入れて、あの次回予告して転写中挑戦ラスカルさんで、あの次回予告していいですか。今日でもまだお腹いけるなら社畜あたり、社畜あたり行く。やばいでしょ。いや、あのダメです、あの辛さってあの蓄積なんだよ。ダメージが、ね、ダメです。貝食っても下手したら天才児ぐらい軽く感じちゃうから。確かに。これもちょっと誰かわかんないですけど、僕もね、よくあの辛いラーメンが好きで、あのいわゆる有名なあのホッケクラーメンをよく食べに行くんですけど、あれはね、基本お店であの10倍で頼むんですよ。で、まあ、もう店員さんとだいぶ長くなってしまって、なんか10倍でペロッと食べるからって、なんかどんどん濃くなって、10倍までしか頼めないんですよ。10倍って言うんですけど、
半端じゃなく濃くなってるもう混ぜそばになってるんですけど、でもその状態の北極ラーメンよりは辛いと思う、うん、だからいわゆる北極ラーメンで言ったら多分16倍とかの北極ラーメン注文したらこんぐらい出るんじゃないかなっていう想定の辛さでございます。辛いですね。でね、やっぱ普段ね北極とか全然あの10倍って汗かかないんだけど見えっかなめっちゃ汗かいてね今おでこテカテカなの発汗作用はすごいね、うん、もう今日ね気温めっちゃ寒いの雨降ってたし真冬なんですけどこれ帰りねマジ上着いらないそれぐらい体温はね上がっております。これこそ最後はあの卵とかも入ってるんで追い飯とかしておじやにするんで美味しいですよね。そこ美味しいです。うん、上級者はその追い飯とかにチーズ入れていただいたりとか、あーそうですね、リゾットも食べれるので、はい、まあそれ大事ね。まあそう喉いけ機械にもろありがとうございますありがとうございます。おかしいな。ありがとうございます。今日の言い伝えるのおかしいな。本当、僕もあのいろんなラーメン屋さんよく回るので、いつも思うんですけど、大体どこのラーメン屋さんもオーナーさんは S ですね。苦しんでる姿を見ると、絶対喜んでるんですよね。最近ソースが甘く感じてるのは初めてですね。あ、本当ですか。うん、本場の韓国のお店でスンドゥブ頼んで一番店の激辛にしてくださいって言ったら出そうな辛さのレベルかな。本当に本場は韓国の国際新ソースだっていうので、はいはい、だから甘みがちょっと強いんですよね。本場の韓国の皆さん、あの勘違いしないでください。カプサイシンソース、本場の人ですらも日本でいう醤油皿みたいに入れて食べ物ちょっとつけて食べるだけなんで、あのこの一杯にでって大さじ1杯とか入れないんで、皆さん見てる皆さん勘違いしないでください。いやすげえ強いわ本当に。いや汗が少ないですよ。普通ダラダラだよね。これは挑戦する人増えるだろうな。だって涼しい顔して食べてるから。勘違いするよね。みんな勘違いして痛い目見てください。やっぱプロだからね、ちゃんとコメントしながら食べるじゃん。もう我々食べたら悶絶のうわぁリポートの何でもないもんね。汁いっちゃうんすか。全然いってますね。うわこれはすげぇ。ということで、ただいまね、4杯すべて完食いたしまして、まあ、特別に、ね、作っていただいたこの爆写真もね完食いたしました。汁まで飲んじゃうほどうまかった。でね、ただ先ほど言われたんですけど、もう次検査しねって言われたんで、多分で次はねマジで先頭になると思いますが、またね本当にラーメン自体もとても美味しかったので、改めてねお店にも来て、検査値もしくは普通の一からとかもね、いろいろ食べてね、どんだけ違うのかっていうのも食べ比べてみたいと思います。ぜひ、ね、名古屋近い方はこちらのラーメンは本当に美味しいので食べに来てみてください。僕ね辛くて口が回らない。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、
いいやつ書いた。それでは撮影終了しました。お疲れ様でした。今日はラスカーさん来ていただきました。正直めちゃめちゃうまかったです、はい、ありがとうございます。嬉しい。でもやっぱり名古屋らしいというか、しっかりと味付きながら、まあ、出汁とか旨味が効いてるラーメンとか混ぜそばだったんで、本当に全種類美味しかったんですし、何よりもバクシャチ、はい、辛さめちゃめちゃ確かに辛いんですけど、ただそれでもう旨味がなくなってないので、しっかりと旨辛で最高でございました。ありがとうございます。じゃあ次回来ていただいた時はその上に挑戦していただけるということでよろしいですか。偏差値ですかね。強烈なテロップ入れときますね。じゃあ、はい、今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ラスカル新井さんでした。ありがとうございます。お疲れ様です。